とうございました。改めまして、皆さんこんにちは。こんにちは。京都立花高校吹奏楽部です。本日は伏見のアートハッピーコンサートにお越しくださりありがとうございます。さて、ただいまお送りいたしました曲は、今年度のマーチングコンテストの演目より、ファンファーレフォー立花、木陰の散歩道でした。さて、続いてお送りいたします曲は、皆様が一度は耳にしたことがあるこの曲です。2曲続けてどうぞ。お、先生、力、この
世のすべてを手に入れた男、海賊王ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言が人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か、押し切れが食えて探せ、世のすべてをそこに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。は今日のこの青空と芝生、曇ってきてしまいましたがにぴったりな隣のトトロメドレーです。それではどうぞ。
隣のトトロメドレーでした。続いてお送りいたします曲は翼をください宝島です。翼をくださいでは皆様の前に部員が行って歌わせていただきます。ぜひ一緒に口ずさんだり手拍子をしたりしてお楽しみください。少し準備に時間がかかりますので少々お待ちください。いつもなら漫才を披露してくれる方がいるのですが、今日は少し調子が悪いようなのでまたの機会にお楽しみください。
それでは準備が整いましたようなので、それではどうぞ。Thank you.
コールありがとうございます。それでは最初にお送りいたしました今年度のマーチングコンテストの2曲に続いてバラ色の人生とザ・シングをお送りします。おありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。以上をもちましてシミナーとハッピーコンサートを終了させていただきます。この後もシミナーとリストをお楽しみください。本日午後5時から伏見港橋を和ろうそくの明かりで照らす伏見港あかりも開催されます。時間のあります方はぜひご覧ください。お会場の際は前の人と押し合わないようにゆっくりとお帰りください。